どうもみなさんこんにちは、キヨキヨです。ということで今日は暑くなやっていきたいと思います。ということで今日はカズさんの拠点に自分の秘密基地作っちゃおう。嵐だったでは多分ない。はい、ということでやってまいりました。今ですね、インしてるのが、はい、僕だけということでね、いたずらし放題でございます。ありがとうございます。これもバレなければ何をしてもいい。いや、そんなことはないね。そんなことはないんですけれども、今日なんですけどね、はい、こちらカズさんと、いやもうね、やっぱ師匠ですから、あ、やっぱカズさん僕の師匠だと僕は思ってるわけですよね。サウナね、一緒に行ってもさ、やっぱりこういろんなサウナ紹介してくれたりすんなよ。こう福井のね、あー、ここお気に入りやでっつってね、もうやっぱマイクラの師匠でもありながら、もう YouTuber の師匠でもある、もうそういうことでございますね。ということで今日はね、こちらのこのマグマあるじゃん。このマグマって、まあ、人工的なマグマなのよ。1マスマグマっていうのが確定してるんだけど、ここの下に、あの、マグマの秘密基地あるじゃん。それ作ってきます！イエーイ！じゃあまずちょっと、マグマこれ危険なんで、一回ちょっと剥がすか。はい、ということでちょっと一回ここ組んでみよう。この下にね、秘密基地作りたいんだけど、あー、オッケーオッケー、あれ？あ、びっくりした！なくなったかと思った。バン！オッケーオッケー、ちょ、一回このマグマ軍団をちょっと一回避難させときましょう。こちらね、はい、マグ兄さんのね、ちょっとバケツがなかったんで、マグ兄さんのこのミルク入りバケツをね、ごめんなさい、美味しくいただかせていただきます。これはあの決してあの無駄遣いしてるわけではございません。美味しく飲んでいるという状態でございます。はいはいはい、オッケー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 、ちょっと一回ね、これマグマ避難させていただきましょう。いや、これ結構大変だぞ、この避難。これ結構大変だ。よし、じゃあちょっともうこれ全取りしていこう。全取りしていくんだけど、マグマむっちゃ入ってんな、これ。よしよしよし、入れていきます。いや、M&M さん、これね、牛乳ちょっとごめんなさい、全部いただきます。ありがとうございます、マグ兄さん、マグ兄さんありがとうございます。ちょっとこちらね、有効活用させていただきますんでね、ずっとシルカーボックスに入ってる、そんなあの牛乳嫌ですね。はい、ちょっとなるべく有効活用させていただくよということですが、さあどうだ、どう、あれ、あとどこにあるんだろう。これマグマがね、遅いから流れるのが、どこにあるんだろうな。あ、おー、オッケー。さあさあ、撤収完了。まずは、大量のマグマがオンラインしました。ちょっとシュルカーに入れとこうか。でですよ。で、今回やっていくのはですね、皆さん、僕、以前にショート動画でもやったことあるんだけど、マグマに飛び込む式の秘密基地をちょっと作っちゃおうかなと思います。で、ここで用意したのがですね、はい、こちら。シンクロフェンスゲートです。これをね、置くじゃん。こうすると、これ燃えずに人間だけがすり抜けられるゲートを作ることができるっていうね。うおははははは、いいぞいいぞいいぞ、やべえ、早くしないと、誰もいないうちに、いたずらは、いたずらは人がいない時にしないとダメだから、これ。やべえ、シンクの木、もうないかも。いやー、これはね、みんな、あの、内緒にしといてね。いや、内緒にできないと思うんだけど、もはや、動画にしてる時点でね。はい、こちらでまず、シンクの板材オンラインさせていただいて、その上で、あれ？あったあった、フェンスゲート。15個あれば足りるだろ、多分。レッツゴー！ここで、マグマに入って、うわーと思いきや、あれなんだよね。水着地ができて、その上で、秘密基地が、ね、こう広がってるっていうさ、結構海外とかだったらさ、あるあるのやつだよね。やばい、ここで来たらやばいよ、なんかしてるってバレちゃうもん。やべえ、カズさん、インしないで。ちなみに、今私がですね、動画撮ってるのが、1時22分です。やばい、ありそう。月曜日で、さっき僕動画撮ってたんだけど、その時は、まだね、いらっしゃったんだよね。オッケー。で、みんなさ、うおー、いいね、みんなわかるよね。こっから、さらに、下掘ります。で、こっから秘密基地ゾーンを作っていく感じだね。ここにつける。オッケー。よし。いいぞ。やべえ、俺も、ちょっと。いや、これは今回はね、いたずらというか、これはね、こうバレるのかっていうことだよね。まあ、もしね、
カズさんが、皆さんね、カズさんもうマグマで死ぬとこみんな見たくないでしょみんな今から私の謎理論始まりますからね。はい、やっぱりみんなで、ね、カズさんがねマグマで、まあ、万が一まあ死んでしまってもですね、これ大丈夫なように、うん、秘密基地広がってるんかいというね、そういう感じをやっていきたい。まずはここをねくり抜いていくでしょ。でここをね秘密基地にしていきたいなと思うんだけど、まあもう一段ぐらい下行くか。ただなるべく広めにした方が秘密基地感出ると思うんだよね。こうマグマの今形に沿ってこの部屋ができちゃってるじゃん。だけどなるべくこういうところとカットしてですね、ちょっとこう部屋作ってこう。いやカズさんなんかな、もしなんか何がしかでマグマ入ってくれたらいいんだけどな。はい、そんなことはないでしょ。いやそんなことないよ。ちなみにそれできない逆に。オッケーオッケーオッケー、いいね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 。で上にマグマ敷くじゃん。落下してですね、ここにね水敷いとくのよ。そしたらバレずに入れるっていうね、そういう感じです。よしよし、ちょっと水入れとこう。水、まず水入れないと怖いからマジで。いやマジで怖いから、これで、ね、作ってる最中とかで全然死ぬ可能性あるんだよね。はい、水をバケツをね、はい、オンラインさせていただきまして、やべやべ、来たらやばい。だってさカズさんとかさ、多分ログアウトするのこの辺でしょ多分。もしカズチャンネルがログインしましたってさ、バレちゃうから。じゃあ、待って、あれだな、ログインいつされてもいいようにここにまずマグマだけ敷いとくか。はい、こうすると、はい、こうすると下には行きません。オッケーオッケーオッケー。マグマだけ敷いとけば、あれなんかキヨキヨいるなーってなってもまださ、まだ大丈夫。よし、ちょっとマグマ敷いてきます。マグマ、よしよし、はいはいはい、ログインされちゃったら終わるから。で同じところに敷いちゃうとまたあのかぶっちゃってもったいないから、マグマ取りに行かなくちゃいけなくなっちゃうからさ。なんで置いた場所、うわ置いた場所むずいねこれ。置いた場所をこう間違えないようにしないといけない。いやでもカズさんってね結構平日やってるイメージあるから来ちゃう可能性あんだよね。平日の昼間ってサンダーちゃんとカズさん常にいるイメージ。あマグマ足りるかなこれ、かぶっちゃったりしてないよねマグマ。あーだ、水流になったところは埋めていかないとダメだね。やばい、これちょっとマグマ取ってくる可能性あるぞ。あれなんか今、ああこれ水流なっちゃってますやん。ちょっと待って、これ応急処置が必要。やべやべ、どうしよう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 、一回これいろいろ検証してみようか。水流なっちゃってる、ああ吸い込まれた吸い込まれた、やばいやばい、マグマ取りに行かないとまずいぞこれ。待って待って、おマグマ減っちゃったこれ、どうすりゃいいんだ。下無事か見に行くか一回。ああ危険すぎるこれマジで、どうなってんのこれ。あれここにないのかな、あれどうなってる、ん閉めても開けても関係ないよね。やっぱこれあれか、これあれか、これ置きミスしてた普通に。やばいやばい、一回寝ないとまずいまずいまずい、やばいやばい、来ちゃったらまずいからマジで。大人が守る、おはー、よしよし、ちょっと原因究明、ちょっとこの辺が一番危険だから、あバケツ一回組ませていただいて、あーここがあれだな、あ怖い、ゾンビ来んな、今取り込み中なんだよ本当に。でたあここか、ここが多分ないんだ。あー危ない、はっぶな、はっぶ投げちゃったよ、ぶち投げちゃったよ今。あオッケー、あったよしよしよし。でこれどうなってんだこれ、多分なんだけど、あー設置できないか。いやもうちょっとマグマ新しいの取ってくる前提で、もうこの侵食だけ止める。俺は1マス下か、ここだ、ここでこれ壊して、ああでここでここに置く、 OK、 これでバンジ解決だ、これで1回解決した。ただしかしここから立ちはだかるのは、これあれだよな、マグマが多分足りなくなるから、これ水流を作りたくないんだよね。デコボコになっちゃったか、あれーっつったね、あれマグマないじゃんってなっちゃうから。まあでもマグマはネザーでたくさん取れるから、よしどっから垂れて、これは置けないのか。俺なんかさ、とりあえず置いてみちゃったんだけど今、あっでも置けるんだけど、これ何置きした今、あこの水流ってどうやったら消せるんだろう。ちょっとマグマ大量に取ってくるか、
今なんかなんか今怪しい動きしたぞ。あーここに置いちゃったのか俺、あぶな。最初にこれやっといてよかった。こう見ると溜まってるだけなんだけど、あべ、これ一回こう置いてここで、あーちょっとマグマとりあえずたくさん持ってきましょう。よし、とりあえず大量にマグマ持ってきました。ネザーがもうマグマ無限城みたいな感じなんでね。はい、こちらに、よし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 、とりあえずもうちょっとよくわかんないからもう無限に敷いてみるか。こういうのって敷けんのかな。あれ、待って、これやばくない？これまたさっきみたいになってない？おー、いい感じだな。下から見るといい感じなんだけど、ちょっとここのやっぱ水流があれだよな。水流がこれつらい。今のこれ、今のこれまた中に入れちゃったくない？あれ、いや閉まってんな、ちゃんと。ちょっととりあえずもうよくわかんないからもうぶち込んでみるか。流し込みますすべて。いやこれあれか、水流これ無理か。これさてはそれか。そしたら水流無理ならね、こうしてみるか。いやこれむっちゃむずいんだけど、ここら辺を一回壊して、でこれを貼る。やべ、あーあこの中から、中からこうして、ちょっと一回これ全部一回取ろう。よし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 、これ検証が必要だ。これ多分もうここで多分ね、トラップドアを置いているところがおそらくちょっとした段差になっちゃってるかなーって思うんだよね。なのでこの辺を一回剥いでですね、ここを土にしちゃう。もう置けるか。ここを土に、土の床にしてしまう作戦。オッケー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 。でここでここにですね、こうやって置くでしょ。オッケーオッケー。そうすると多分ここにマグマが置けるから、多分ね水流が作れなくて済むんじゃないかなっていう。だから端っこから入れるみたいな、そういう感じになると思うんだよね。なのでこういうところに置いてって、なるべくこう端っこから入る作戦。うん、これだと結構いいんじゃないかな。ちょっとここは怪しいな。なんかもうちょっとマグマこれ通らんとちゃうのっていうところがこう見えてきたね。多分ここも多分怪しくて、だから端っこから入れるっていうね。秘密基地がその本当の秘密基地になってきたぞ。 OK で、ここをなるべく1マスにしといて、秘密基地部分はちょっと広々とした感じにいこう。いやこれいけっかな、これやべ、カズさん来ちゃいそうな気すんだよ。なんか今さ13時39分なんですけど、14時からサンダーちゃんとカズさんで撮るとか全然ありそうなんだよな。よし、じゃあちょっと一回やってみましょう。まずここに敷いていく。まずはこのここに置いていく。そうすることによって、オッケーオッケーオッケー、もっこりしていくでしょ。いいよいいよいいよ。でオッケーオッケー、いい感じになるんじゃないか。ちょっとずつ、よしよしよし。でここから端埋めていく。いやマグマ奥深いな。オッケー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 で、よし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 。でなるべくここ早く、早めに閉鎖しときましょう。早めに閉鎖。はいはい、こう非常に危険なんで、やば。あ、砂枯渇、ちょっと後で砂埋めるとして、よしよし、早く来ちゃうから、来ちゃう。はいはいはい。でここで水流があるところに埋めていく。これどうだ、いけっか。おお、いいぞいいぞいいぞ。さあどうだ、さあ水流生まれるな。オッケー、来た。やべえ、普通に嬉しい。何嬉しくなっとんねんって話なんだけど、うまくいって嬉しい。水流消えて嬉しい。オッケー。で、まず、オッケー。これで。おっしゃー戻ったー
よし、でここで早くバレないようにしなきゃ。まず怪しいんで砂とかちゃんと埋めてこう。ちょっと一回取りに行くか。ちょ砂と土、あ土むっちゃあったわ、土むっちゃあるから、まあ、砂だけちょっと持ってこう。よしよし、はいはいはい、砂ワンスタックオンラインさせていただきまして、レッツゴー、ただいまー。よし、でちょっと怪しいな、こんだけシルカーボックスあるとこの辺でなんかしてる感出ちゃうから、もしログインしてねされた時に。だってさ、本当にさっきも言ったけど、ログアウトする時ってこの辺とかでログアウトするはずだから危ないのよ。オッケー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 、でこの辺もちょっと一回封鎖しよう。よしよし、バレないように、全てはバレないように。オッケーオッケー、でここも回収してすぐ飛び立てるようにしとこう、すぐ逃げられるようにね。はい、こちらオフラインさせていただきまして、これでみんなね、普通のいつものマグマですよね。しかしこっから入ると、よいしょ、うおこれ危ねえな、マジで普通に危ない。でよし、一回こう蓋しとくか。よし、ここで蓋しといて、ここをね、秘密基地ちょっと作っていきたいと思います。ちょっとさ、もうエメラルドの部屋にしちゃう、なんかもう贅沢にこれエメラルド部屋にしよう。オッケーオッケー、こっから、あー、うわ、これはなんかいいね、海外のショート動画でこういうのない、なんかこうやってなんか宝物部屋みたいな。あー、まあでもさすがにあれか、ダイヤ部屋か、それはさすがに。でここで水もオンラインしたいんだよね。はい、見てください、これシュルカービジョンもつけました。はい、中のシュルカーのね、あのものがわかるっていう。なので、でそしてですよ、これ非常に水をこの辺から垂らし、あー、水をちょっと一回これオフラインさせていただいて、こうしてこうして、よし、これ出てきちゃう、あー出てきちゃうか、これをそしたらここに置くか、ここに水を置くことによって熱いってなってもすぐシューンっていけるっていうね。オッケー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 、でここをちょっと一回全部エメラルドにしていこう。しかもね、幸いね、エメラルドの色が僕の色っていうねなんかキヨキヨの秘密基地感出るよね、これ。なんかすげえ豪華になってくるな、これよーし、これ敷いてって、いやただね、これ全部一応エメラルドにしたいな。ただこれ降ってきたらどうしよう、怖っ、このパパンっていくの怖いんだけど、マグマがワンチャン降ってきたら怖い、こう手で掘っちゃう、もう怖いから。いやー、ここ横のこれ土はもう仕方ねえな。よし、怖いんで手でやって、いいねー、ここは壊しても大丈夫だね、怖えー、どこ壊していいんだっけってなるわ。でここも、まあここ入ったら、あ、ここ開けといて、こっからシュッて入れればすぐ水着地だから結構いいかも。上どうやって上がんだよこれ今思ったけど上どうやって上がるかちょっと後で考えないと。これオッケー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 、ちょっと一回ここのもう上、あ、どうやって上がるか後ほど考えるとしてですね、これ一回封鎖します。はい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 、いいですねいいですね。はい、こっから秘密基地よ、俺やりたかったのがねあるんですよ一個。はい、シルカーボックス出して、このね、秘密基地といえばだよね、これで防具立てをこうやって4つぐらい置いて、ちょ2軍装備飾っとく2軍装備、はい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 、こういうね、こういう、おい、うわ怖っ、このマグマちょっと足したたんの怖えわちょっと例えばだけど、いや俺これもうさ、ちょっと飾ってこうぜ、ちょっととりあえず飾ってこう、ちょっとなんか金装備ダイヤ装備みたいにしたいな。これでもうこれ金装備使っちゃいましょう、金装備使っちゃいます。はい、これで、はい、金のブーツオンラインさせていただいて、あー、これおしゃれおしゃれ、こういうのある、やりたかったやつ、こういうの、こういうのなんか秘密基地感あっていいよね。はい、金のヘルでしょ、オッケー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 、いいね。で次鉄、あー、だからここて、あー待って、ここ鉄にしよう。はい、こっち鉄コレクション、え、待って、これ僕ん家でも作りたい普通に。はい、鉄ヘルと鉄足ね、え、これ僕ん家でも作ろうこの防具セット、うわおしゃれやん、
おしゃれやん。川だね。こう川にしたい。でここダイヤ。もうね、僕ダイヤ装備ある？ある？あー、ダイヤのレギンスある。あ、レギンスかぶりやん。レギンスかぶりでもう作っちまおう、作っちまおう。でおしゃれさ優先で。あー、でもこれね、エンチャントかかってるから、エンチャントなしの方がねちょっと見栄えがいいんで作っちまいます。もう贅沢に、贅沢チャンネルでいきましょう。ダイヤがなかったら掘りゃいいんですよ。その掘る、そのためのダイヤだからね。うお、かっけえ。俺やりたかったやつやこれ。川ちょっと取りに行こう。川でどうやって行こう。ちょっと一回こっちから、一回こっちからバレないように逃げてこう。やばいよ、今来たらこれもう丸分かりじゃん。今来たらもう全部がバレるから、ちょっと川装備取りに行こう。いや川装備とかないから。あ、でもなんかありそうな気もすんだよな、このチェスト。ない？さすがにないか。なんかちゃんと集めないとないか。うん、川装備ないね。川あるかな。川、あ、川4枚ある。4枚。少ねえ。おい、少ねえよ、1枚しかねえよ。川無限とかないよね。あー、でもあれ米商が作ってた、米さんが作ってた気候行けばあるかな。なんかホグリントラップだったんだよな、それが。ちょっとさ、米さんのとこ行ってみよう。これじゃなかったっけ。あ、違うか。あー、あった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 、あーったあったあった。川すげえあるやん。最高最高。いや、これあれだ、これあの最初の僕はあのついにね、左遷されたんじゃないかなって思ってしまったね、この僕のホグリントラップね。僕のゲートがホグリントラップに繋がっちゃっててね。ああ、もう俺ついにこれもはぶられちゃったのかなっていうね。そんなことはないっていう。あ、これマロリーヒルズか。よーし、じゃあこれで革のズボン、革の上着、革の頭で革の足も作ろう。わあ、なんか意外、何気に俺革装備作るのちょっとなんか久々っていうか、本当に回数作ったことないわ。はい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 、ちょっと一回入ってみる。多分ここだよね、多分。いくよ、せーの。こーわっ、こーわっ、ちょっと待って、これむっちゃ怖いかも。今みんな、今このダメージ量エグかったね今。怖っ、これミスったら終わるやつやこれ。はいはいはい、じゃあこれでよし、ここでチェキン。うおー、いいねー、これかっこいいやつできた。秘密基地感出るよこれで。ちゃんとこういうね、作業台とかもこういう風にして。あ、でもここへの動線大事だな。このさ、水への動線大事だから、なんかあれだね、なんかこう障害物多すぎちゃうと良くないっていう。ちょっとこういう風にちょっとなんかちょっと鉄の闇の組織みたいな感じにしたいな。うん、ごめん、中二病でごめん。よしよし、ちょっとなんかこう、なんかこう危ない感じ。これ邪魔やな、ここ邪魔だな。うん、危ない感じ出していこう。うん、危ない感じで伝わるのか、果たしてっていうね。でこの不吉な旗とかをちょっとこうやってさ携えて、はいはいはい、いいねいいね。あー、これなんかちょっと、いや、味とか出てんね、味とか。いいね。え、そしたらさ、ここもさ、こうしたい。こうして、なんかわかんないけどさ、まあ、作業台もしくはもはや埋め込み式みたいな感じにして、なんか石切り台とかあるとなんか味とかあっていいな。奥もこうして、よいしょ。オッケー、味とか出るね。で、こうやって、旗の上にこうやって置く。あー、じゃあちょっとこう壊しちまおう。よし。いいねこれ。これ影持ったりすると、うおー、光ってる。なんかよくわかんないな、なんかスタジオみたいな感じになっちゃうな。オッケー。じゃあちょっとこれ入り口を作んないとダメだな。入り口むず。ちょっと一回こうするけど、入り口ってか出口か。こっからこうやって入るでしょ。入って、で、おいしょっつって、でこっからどう出るのかシステムだよね。どう出んのみたいな。
あ、ここちょっと怪しい、ここ怪しい、ここ怪しい、ここ、ここや。おぶねおぶねおぶね、こわ。ちょっとね、深いんだけどマグマ。マグマ深っ。よし、ここ書いとこう。ちょ、ここに、はい、キヨキヨのアジト、はい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 、ここに書いとこう。キヨキヨの秘密基地。もう読みにくい字で書くのが秘密基地感あっていいね。バン、むっちゃ読みにくいもんね。OK、で、そっからだよね。こっから秘密基地入ったはいいものの入ったはいいものの、これどない寸念状態になっちゃってるんで。いや、ただな、ちょっとこのベッドも置いとこう。ベッドも、よし。待って、何今の。入れなかったんだけど、何、入れなかったんだけど今。え、もう一回いくよ。おい、ちょっと、何え、怖すぎなんだけど。ちょっとマジでマジでマジで、え、何今の、今の何、え、え、これただタイミングの問題、怖っ。ちょっと怖いぞこれ。怖えぞ、危ねえぞこれ。いや、これ出口がちょっとこれ見当たんないんで、チェストをこう中に、これ自信持って下がらないとダメだ。自信持ってこう下に下がるというか、はい、こちらにですね、はい、出口は砂で縦積みしてくださいっていう案内書こう。そんなことある。はい、出口はないのよ、砂で縦積みして。これで出れますね、これで12345みたいな、ここ取ってこうやってやって、よしよし、こうやってやって、12345。原始的。あ、でベッド置こう、ベッド、いくよ、よし。うわ、怖え、マジでマジで怖えわ。危険すぎる。けん、よし、じゃあちょっとここにベッド置いとこう。オッケーオッケー。ハートの子丸、おはあ、まだおはー。よーし、今ね14時1分なんですけど、カズさん来なかったですね。よかったよかった。じゃあちょっとこれで、もはや、こ、もはやあれか、砂をこうやって縦積み式ですればいいのか。ということで、このカズさんのマグマの下に秘密基地完成。いやー、これはね、ちょっとね、なんかカズさんとかがログインしてる時に秘密基地使ってね、そこで生活してたいよね。あれ、なんかネームタグ出てるぞみたいなね、なんだなんだっつってね。ただちょっと危険は危険なので、あー、これ使う時テンパっちゃうとダメっていう感じですよね。ということで、今日もご視聴いただきありがとうございました。このキヨキヨチャンネル100万人登録目指して日々頑張っていきたいなと思っておりますので、ぜひチャンネル登録お待ちしております。ということで、ご視聴ありがとうございました。